7月の15日金曜日大阪でオフ会をしようと思ってます。はい、どうもこんにちは、ハゲリーマンチャンネルの YJ です。今回は編集軽めで2022年の7月の11日月曜日から7月の16日土曜日まで大阪とか神戸の方に滞在しようかなと思ってます。仕事の打ち合わせとか友達の結婚式とかちょうどその辺にあったんで、まあ1週間ぐらいのんびり神戸とか大阪あたりに滞在しようかなと思ってます。スケジュール的にかなり余裕いっぱいあるので、まあ、基本的にホテルとかでダラダラ過ごそうかなと思ったんですけど、もし大阪とか神戸にいる方で暇だよーとか話そうぜっていう人がいたら僕に LINE で教えてほしいなと思ってます。僕もかなり暇な時間が多いので一人で暇つぶすのも結構大変なので、例えば薄毛で困ってますとか海外職もやってみたいですとか考えてる人がいて、基本的に僕 LINE とか Zoom とかで遠隔でコミュニケーションを取ってるんですけど、たまにはいろんな人と直接会ってコミュニケーションを取るのも楽しいかなと思ってます。東京とか横浜の人はたまにそういうこともやったりするんですけど、なかなか大阪とか神戸とか名古屋福岡とかそういった方たちとはあんまりコミュニケーションが取れてなかったので、今回のんびり大阪神戸あたりで過ごそうかなと思ってるので、もし関西にお住まいの人でお暇な時間があれば、YJさんこの日空いてますかみたいな感じで気軽に LINE していただければと思います。朝のモーニングでも昼間のカフェとかでも夜の飲み会でも何でもいいので、ゆっくりお話ししながらいろいろコミュニケーション取れたらいいなと思ってます。で、そんなに規模は大きくしないんですけど、7月の15日金曜日の19時半ぐらいから大阪でオフ会をしようと思ってます。ちょうど、まあ、ゲストというゲストではないんですけど、植毛して10ヶ月ぐらい経った人と植毛して8ヶ月ぐらい経った人、両方の方が大阪に住んでるんですけど、その方とかを呼んで、あと植毛気になってるとか薄毛対策何しようか考えてるっていう人を何名か集めて、まあ5、6人ぐらいでちっちゃくオフ会とかやったら楽しいかなと思います。で、僕自身がまだこういう YouTube 活動でオフ会とかやったことないんで、まあ一旦どっかでちっこく開催してコツをつかんで、で、いろいろ日本全国でちょこちょこ開催していけたらいいなと思ってます。関西とか大阪、神戸あたりに住んでて、オフ会にもちょっと行きたいよっていう方がいたら、7月の15日金曜日の19時半ぐらい開けといていただければなと思います。まだお店とか決まってないんですけど、まあ5、6人の部屋を抑えて、もうちょっと人が多く集まったら10人ぐらいの部屋を抑えて、みんなで楽しくお酒を飲みながら話したいなと思ってます。オフ会にはなかなかタイミング合わずに行けないよっていう人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、僕ちょうど7月11日月曜日から7月13日水曜日まで本当に暇で、昼までも夜でも結構行動自由にできるんで、YJさんピンポイントでこのタイミングだけ1時間ちょっとお茶どうすかみたいな感じの連絡もいただければすぐその場所に行って、まあ大阪とか神戸の付近だったらありがたいんですけど、まあ基本的に場所は自由で、話すとこも自由で気軽に連絡いただければなと思います。まあ大阪にいる友達と普通に遊ぶとかでもいいと思うんですけど、せっかく YouTube 見てくださってる方とコミュニケーション取れたらいいなと思ってこういう動画を出しました。また福岡とかいろんなとこにも今後行く予定がありますので、そのエリアごとに視聴者の皆さんも結構日本全国いろんなとこいると思うので、いつ福岡来てくれますか、いつ名古屋来てくれますかとか連絡していただけたら、あ、この時期僕行きますよみたいなこともコミュニケーション取ろうと思いますので、気軽に LINE で聞いていただければと思います。じゃあそんな感じで7月の11から7月の16まで大阪とか神戸あたりに出没しますので、暇な人はお声掛けお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。まあまあこの前チャンネル登録者数がやっと5000人超えたので、5000人突破記念みたいな感じでオフ会をちっちゃく開催できたらいいなと思ってます。大阪とか神戸にいる方はぜひご参加ください。